南向きの竹林のところに来ているのですが、擁壁フェンス沿いのは日当たりがいいせいか、平地の畑での初夏から初秋までの成長と同等ぐらいのスピードなんですね。ところがこちらの山道沿いのは非常に成長が緩慢なので、掘り上げて他の場所に移植する作業をしています。生育があまりにも緩慢で水芽が出てくるのも3年待ちぐらいというのでは、これは全くバナナ栽培にはふさわしくない場所だと判断せざるを得ませんから、もっと日当たりの良好な場所に移してそこに据え置くか、必要ならば冬前には垣根などで防風効果のあるところなどに再度移植しようかなと思っているんですね。それであちこち見ていたら、去年の初夏ぐらいでしたかね、に植えた台湾の台湾バナナの親株がダメになったかなと思っていたら、緑の葉が見えてきていますね。相当なダメージがあったものと思われます。で、この親株から緑葉が出てきている他に、傍らに水芽が一本出てきているんですね。もしかするとさらに水芽を出してくるかもしれませんので、もうちょっとこのまま置いておこうかなと思っています。まあ越冬できないんじゃないかと心配していたんですが、なんとかかんとか生き延びたみたいですので、次の冬に備えてはもうちょっと良好な生育環境の場に移してあげようと思っていますね。